佐山夏子です。 YouTube だけでしか見られない夏チャンネル、今回のゲストは平尾貴則選手。放送では泣く泣くカットした公開トークをご覧ください。レース場で一緒の時は部屋に来て林光さんと3人で寝た。直接教え強くなっていくのを見るのが楽しかった。でも結構岡山ですと、そのさっきね林光さんと一緒に寝たとかいう話もありましたけど、はい、それもすごいシチュエーションですけど、はい、どうしてそんなことになって、いやそれは未だに言いたいんですけど、はい、上から当番順に3人3人3人入ってくるんですよね、はいはいはい、僕はあの僕の当番近い人と3人部屋になってたんですけど、はい、黒野さんと光さんは2人部屋なんですよ。で僕そっちの部屋で寝て起きたかったですけど、はい、パッと黒野さんが来て、うん、あの部屋来るかって来たくないですもん、言えないですね。いいんですか教えていただけるんですか。いやうまいな、はい、さすが。へえ、勉強にはなるけどきついですね。きついですよシーンとした時に、うわーシーンとしたなどうしようって、まあ、黒宮さん、三井さん、はい、で僕大体僕が真ん中に挟まれて、で、まあ、シーンとするじゃないですか、はい、ストリングってとか言って突然もうそうですよ、まあ、生理の話大好きだったんで、じゃ誰よりもその話を聞く機会があった。いや僕一番多かったですってことですよね。一番多かった。それ今生きてます？生きてますよ、はい、そこで聞いたピストリングってっていうバツ投げに聞いた、はい、内容も生きてますか。極端に季節感が長くなります